でスタートします。はい、まず自己紹介からということで、渡辺美優です。よろしくお願いします。アメブロ、フェイスブック、ツイッターにこちらやってるので、よかったら見てください。あと2月の末に電子書籍の写真集が発売されるので、こちらもぜひ見てみてください。お願いします。はい、前回とその前とミユカフェ3回目の撮影なんですけども、前回の血液型の話をさせてもらったんですけど、今回もまた血液型の続きで、前回 A 型と B 型をやったので、今回は O 型ね、やってみたいと思います。 O 型は世界で一番多い血液型らしいので、私あんまり O 型知り合いがいない。意外O 型、あれ A 型、はい、でも私も少ないです。あんまりいない。最近知り合うような、それまで全然気にしてなかったけど、 O 型はだいぶ優秀な血液型らしくて、なんだろう、公私ともに他を圧倒する自己固定感とバイタリティが特徴で、気質的にも肉体的にもアグレッシブでパワフルなのが O 型です。で、あと小さいことにこだわらない、失敗やピンチにもくじけない気質があり、何事にも前向きに立ち向かう根っからのチャレンジャー。で、そんなポジティブパワーで溢れている O 型は常に明るく元気のタイプ、自分の意思と行動に矛盾がないので、個性や能力、希望をストレートに発揮できる方です。で、O 型は世界で最も人数が多いとされる血液型。ですね、生体能力は4つの血液型の中で高いし、その肉体の丈夫さがバイタリティにあふれ、行動力があり、闘争心も支配欲も強い O 型の性質を作り出しているそうです。闘争心と支配欲強いんだ。とりあえず O 型としか言われない私にとってはそういう風に見られてるんだと思うと、なんかでも私の中で O 型の人ってなんだろう、なんかこう誰にでもなんて言うんだろう、こう仲いい、そういう感じ、なんかフレンドリーな、そうフレンドリーか、なんか知り合い多いよみたいな、すごい好き嫌いがあまりないのかなって思う、こう出してないだけなんだろうけど、なんかそれがうまいなって思っちゃう、私はうまいなって思っちゃう私はね、すぐ顔に出ちゃうからね。常にポジティブに困難をものともせず望む方向にぐいぐい物事を推し進めていくので、周囲からの信頼も厚いでしょう。オフィスではバリバリ働き、若くして役職付きのポストに昇格する人も多そう。ただ自己中なんかところがあるのは否めません。自己中なんだ、意外、それは意外。特に自分の利害に関わる物事にはシビアでがめついところが見え、それが不要を買うこともなんとなくわかるなんとなく、やっぱでもほら、原始的な力強さを色濃く備えている、生存本能、生命力、生殖タイプ能力は4つの中で1番だから、それが多分出てるんじゃん、この負けず嫌い的な、あれに大型、恋愛面はストレート、好きになったらすぐに思いを伝えないと気が済まず、まっしぐらにアタックします。嫉妬や束縛が過ぎて相手に惹かれてしまうこと、お金を大きく稼ぐ反面、使い方もダイナミック、給料からの線引き、長期定期などで無駄遣いしておくのはあらかじめ防ぐことが大
やりたかったのにできない。どうしよう、やばい。あれだ、O型のことがもっとわかる血液型ランキングが、なんと心の中におっさんが住んでいるのは1位 O 型1位 B 型、3位 A 型、4位 AB 型。心の中のおっさん、おっさん度1位 O 型、声が大きくて繊細さがないところがまさにおっさん自分が正しいと思っているだけならいいが、それを人に押し付けるのが鬱陶しい鬱陶しいとまで言われる。2位おっさん度、2位 B 型、自分ではロマンティストと思っているが実際には女の子らしくいなきゃという自爆がない。ん？焼き鳥屋やラーメン屋に一人で平気に行ける。へえ。3位 A 型、女性としての振る舞いや気遣いができおっさん化している O や B の行動にイラッとくることも、やや所在じみたところはむしろおねえおねえ4位 AB 型、おっさんの影などまるでなし、ナイーブで乙女度が高いから小汚い定食屋に入るぐらいなら味気なくてもコンビニ飯と思ったりするらしいです。おっさん度セレブ体質なのは1位 O 型、2位 B 型、3位 AB、4位 A 型。セレブじゃない、セレブ体質じゃないらしい。 A 型は1位は O 型、注目浴びる、お金を派手に使うの両方が得意、セレブ体質を生かせない小市民的人生には絶望を感じがちなので早くのし上がるのが正解。へえ。裏血液型は O 型ですよ。お、セレブ体質だ。裏はね B 型に、何て読むんだろう、奔放な生活が性に合っている、親しみやすさをアピールできるので愛される存在です。派手な言葉で何かと話題になりやすいのもセレブ体質。3位 AB 型、パーティーなどが苦手で華やかな世界に馴染みにくい、ゴシップになるとまずい、危険な恋や趣味にハマりがちな点も注目される立場には不向き。 AB 型、はい、4位うちら A 型、チヤホヤされ注目される続ける毎日なんて気疲れして落ち着かない派手にお金を使うことにも罪の意識を感じるので一般人でいる方が気楽なんかわかるなんかわかる靴買ったけど罪悪感にしか分かんない。靴で、あ、いいですか、はい、裏血液型、O 型、これが O 型ですか、お願いします。 O 型ですけど裏血液型を調べるんですか。はい、何でしょう。両親の血液型が、はい、な、分かりますか。 A と O だと思います。 A と O、 人の噂話が妙に気になる。いや、そんなことないです。あ、気にならない、はい、噂話、うん、へえ、気にならない、気になるの無理めの声を追いかけるより自分を愛してくれる人と結ばれる方が幸せだと思う。そうです。イエスイエス。パーティーに行くときは事前に友人と衣装の相談をする。ありえます。する、はい、映画を見るはずが気が変わってショッピングなど突然の予定変更は日常茶飯事。苦手です。 NO。 あ、気が変わらないってこと、はい、へえ。え、もう中断、まだ。たとえそんな役回りと分かっていても困っている人に頼まれると断れない。断る時もありますけど、基本的にはまあ断らないです。出ました、A 型、血液型、A 型
まあ今日俺の誕生日でもあるしね。そう、そうだ、誕生日、さっきね、お祝い。ありがとうございます、祝。おめでとうございます。番組続きをください。大型、A 型、裏血、協調性と勤勉さを生かして組織の中で個性と実力を発揮。大型は本来自己顕示欲が強い性質でも裏血液型が A 型の今のあなたは後天的に何だろうこれ健常の健常健常って読むのかな何だろうこれ健常って読むのかな土壌健常の美徳を身につけています。忍耐と自己性。2個読めない。漢字読めない。振り仮名必要。自己抑制を読めないを強いられる環境にいたことが多かったかもしれません。難しい。あれ？どうも。パジャマじゃない。え？パジャマじゃないですから。何要領のいい仲間を目にするために自分だけが損な役回りだとしっかり不満を持っています。そのくせ大役や見せ場では腰が引けミスミスチャンスを人に渡してしまう。能力は人からは認められても自己評価が低めなのはそのせい。外面を得るため受けた恩や頂き物には相手を恐縮させるほどお返しする傾向も。一方格下だと思った相手には横暴、身内にはあのままで甘えん坊など内弁慶気味。隠し持ったプライドが妙なところで顔を出します。そうなんだ。大雑把な人が多いのが大型ですが今のあなたは計画性十分人知れず努力を重ね長年かけて目標を達成する頼もしさも備わってきました。なんかこの血液型の本偉そうですね。なんか備わってきましたみたいな。さっきからずっと読んでて、思いました。ずいぶん偉そう。疲れだと思ったら表面を取り繕う気力がない。友人や恋人に甘えまくり、隠れわがままがあらわになります。自分へのケアをして癒されて。ただエステ通いなどで浪費読めない浪費しすぎないよう注意。らしいです。エステ仕事のミス。頑張っていると思いが強い分失敗すると落ち込みやすいでしょう。原因を作った相手が職場にいる場合はなおさら家族や友人に愚痴って気分転換をすると解決へ進みます。落ち込みやすい。復活するのも早い。これ2発目で話しましたよ、うん、同じ話多分2発目でした。裏血液型もギュンギュン。羨ましい。大型はあれなんだ、意外におおらかなイメージかと思ったら全然違くて。アグレッシブですね。うん、ポジティブパワーであふれている。アグレッシブでパワフルって書いてある。個性や能力、希望をストレートに発揮できる。すごく意外。4つの中で一番強いという一番強いよ。一番優秀な血液型って書いてあるし、あとなんだっけ、あとすごいの書いてあってね、闘争心、支配欲が強いらしい。大型一番万能型ですね。へえ。 A 型でも A 型がいっぱいいるイメージだった。日本 A 型が O 型が一番重い今。そうなんだ。私でも大体 B 型か AB 型ばっかりだ周りにいる。何気に O 型はあまりいないかな。あでもいる、最近一緒に仕事してる子が O 型。めっちゃ仲良しになった。珍しく。
AB 型の子しか親友の子がいなくて、珍しく大型の子に入って、すごい、またあ、やってる、あと何分なんだろう、あと何分、あと5分、あ、困ってしまった、どうしよう。次はあれです、 AB 型、次の時、次の放送は AB 型をやります。 O 型はとりあえずとりあえず最強ってことで、最強でした。一番偉そうだ、多いよりないように。いやいや、本もね、随分なこと書いてあったんですけど、 O 型も、大型はすごいってことです。だから、きっと B が強いね。あ、確かに B 型はでもなんかすごく直感で動く、なんか裏表がないタイプみたいな。B 型って一番スポーツ選手が多い気がする。でもなんかこれを言う限りだと O 型が最強っぽい。最強っぽい。大型最強です。世界で最も人数が多い血液型、うん、で、前に滝田さんが言ってたけど、なんか戦争の時とかなんかに大型だけのなんか部隊があったっていう、大型を集めてそのこう突進させるための部隊があったって言ってたから、だから大型って、あ、いた、そう、大型移動大型はだから強いってことですよね、 B 型より、ね、優秀だし。でもあれだね、戦争行くんだったら血液型で舞台組まって、血流したらどうなるの。あー、そっか、確かに血よ、血で、なんか A 型がやっぱり微妙な感じですよね、なんか微妙と A 型なんか地道にコツコツみたいな書いてあるし、地道にコツコツ、まあ、でも確かに私も地道にコツコツって思うタイプ、なんかこう、なんていうの、一個ずつ階段を上ろうみたいな、そう、感じに思っちゃう、なんでもと思います。いや、それは言ったんでしょう、地道にコツコツ。え、でもなんか、こう、いきなりボーンみたいな、なんかさ、いきなりボーンみたいなタイプの子もさ、いるじゃん、中には。そう、コツコツタイプ、勢いタイプ。あ、勢い、あ、勢いはあります、勢い。でも私も勢い大事って思ってるけど、あ、それ何、最初だけ勢いでいくけど、やっぱりコツコツ行った方がいいかみたいな。確かに確かにコツコツ大事かもしれない。でもそうですよね、コツコツね、やってた方がきっと時間はかかるけどしっかりとなかなかコツコツ。AB 型がめっちゃ気になる。 AB 型なんかキャバ嬢みたいなのがそこに出てきた。自分だね、自分じゃない、大丈夫、違います、私じゃなくて、なんかキャバ嬢みたいなのがいっぱい出てきた。別件のキャバ嬢みたいなのがいっぱい出てきて、なんとかギャルみたいな感じだいぶ別件ですね。なんだろうと思って、かけ離れちゃった。ミューミューカフェなのなんとかギャルなんとかギャルみたいな書いてあった。なんだろう、これすごいね、めっちゃコメントが来ない。前と違う、ニコママと。ニコママの時はすごかったんだ。そうだ、俺ニコママ解除しない。え？解除？でも、そして、携帯車が登録面の5分です。まあ、とりあえず次は AB 型やります。はい、はい、次は AB 型やります。まだこの後ですね、撮るので見てください。
ーミーカフェ3回目終わりです。ありがとうございました。